い、こんにちは。今回は2020年の寛大の問題を見てですね、まあ、実際どんな問題だったかを簡単に公表して、であとは実際出た問題でこれは特に寛大だなと思う問題を皆さんに共有したいと思います。公表としてはまず寛大らしい問題が2月1日、まあ、初日ですねからもう続出しました。どういう問題が寛大らしいかというと、まあ、英文自体は非常に簡単、まあ、テーマも読みやすくて、まあ、自分なりにはすごい読めてる感じがするんですけど、ただし設問が深く聞かれます。まあ、要はなんとなく読んでいる段階では答えがまあね、自分が A だと思っても実は C だったとかね、まあ、こういうふうに自分の想定とは全然違う答えがよく出るんですよね。まあ、要は寛大というのは表面上は簡単な英文なんですけど、その英語をしっかり和訳して深く理解してますかっていうことを設問に問うてきます。はい、ですから、それをね実際今回問題で出してみようかなと思いますから、まあ、それを説明していこうと思いますね。でちなみにそういった寛大な問題をね攻略するためには、まあ、一つだけ大きなポイントで、もう根拠を取れるかなんですね。寛大の英文というのはもう根拠をはっきり取るというこのレベルが高いんですよ。まあ、要は問題をね特に4択とか3択の問題解いてるときはなんとなくこれっぽいだろうって消去法でうまくいくことが多いんですが、寛大は結構それ許しません。まあ、要はダミーの選択肢のレベルが高くてちゃんと本文でもうこういうものが来たから答えはこれになるだろうっていうね、まあ、積極法をちゃんとしていかないと引っかかることが多くなります。では早速まずは問題から解いてみてください。どうぞ。今回ね2月1日の大問2の問題、まあ、寛大といえば空章が苦手な人が多いんですが、それをちょっとね確かめていこうかなと思います。じゃあまずはこのもう一文だけ書きましたが解説しますね。これちなみにね学生が多分これ選ぶだろう、もしくは寛大がこれを選ばしたいのだろうと思ったのが、まあ、A の選択肢のワイルなんですね。ここですね、ここinsisting ってまあ ing が来てると、だから while ing って形で何々する間とかね、何とかしながらもみたいな、まあ、よく見た表現をダミーで出すことが多いんですよ。だから意味を考えずに、もしくは意味を考えられない一文では実はそういったダミーの選択肢を選んでしまうって受験生がめちゃくちゃ多いんですよね。はい、ですが前の動画からもずっと挙げている通り、きちんと一文の構造をとって正確にまず和訳を出しましょう。それが何よりも根拠です。いいですか。問題を解く時の根拠っていうのはね、確かに前後にあることもあるよ、そういう問題も後で出すんだけど、まずは一文をしっかりと訳せるかっていうことで勝負がつきます。じゃあ全体の構造と和訳を見ていきましょうか。一応ここからここまでが大きな塊になってますね。これ副詞の塊で、直後にこの SV って主節が来ているから、まずこの文法の構造はちゃんと把握しましょう。で中身見ていくと、ここですね、 insisting that he pressed on、 この press on は、まあ、一応 he という三人称 S がいる単語なのに、まあ、press って原型になってますね。この文脈では一応過去形の過去の話をしているので、少なくとも普通はここ過去形にしたいんですけど、これはね insist っていう単語がお前何々しなさい、ね、単に主張するというのは自分が思うだけのこともあるんですけど、じゃあ君はそうしなさいと、卒業するまで頑張りなさいというふうに相手に命令をする、そういう時には動詞の原型を使う、まあ、直接そこは答えの根拠ではないんですが、まあ、一応息子が卒業するまで頑張るということを主張する、何々、親は息子をロンドン行きの電車へと乗せたんだ、そして息子が自分のインスピレーションだ、名案とか発想だよね、まあ、要は自分の考えを追求することを許したんです。だからこれはねどういうことを言いたいか、まずはこの一文の和訳をしてみたら、卒業するまで息子に頑張れということを主張はこれしないの分かります、ね、前の文章でもそうだしこの一文でもそうだが、はい、後半にねこれ息子に自分のね、まあ言ったらこれドラマーになる話なんですけどね、言ったら自分のこの案にもう沿っていけと、自分のだから考えを追求しなさいという、まあいい親の話なんですよ。
ということは、ここで卒業するまで頑張りなさいということは言わないですね。はい、だからここには意味的にはノットに対応するようなものが欲しいと。親は息子にね、卒業するまで頑張れということを言わずに、はい、言うのじゃなくて、親は息子をロンドンへの電車に乗せていって、で、まあ、夢を追求しなさいという話なんで、こういうふうに考えておくと、空所には何か否定をする語句が欲しいと。じゃあそれで選択肢を見ていくと、答えは、はい、 B なんですね。ラザーザン、何々というよりむしろという意味もあるけど、それは言い換えたらなんとかではなくとですね。はい、ということで B が答えでした。残り C と D の選択肢ですが、C の in addition to、 何々に加えて、息子に頑張るように主張するのに加えてというと、最後の卒業するまで頑張りなさいってなっちゃいますから違いますね。はい、そして D の other than、 これもよく出ますが、受験生ちゃんと覚えてない人多くて、other than は何々以外、主張する以外に、電車に乗せた、もう訳は合わないでしょ。息子に卒業するまで頑張るよう主張する以外に電車に乗せましたってどういう意味なんだって話だから、まあ今回はこの文脈上、まず not っていうのを考えておいて、でそれに一番近いものを選べるかと。まあ、全ての問題がこうやってね、本文から考えて解くっていうものだけじゃありません。選択肢を見てから考えることもあるんだけど、こういう基本的な単語ばっかりなんですが、それを随時日本語ではどう訳すかを考えておかないと、実は問題が解けないですよ。はい、ですから寛大の問題というのは、このようにね、前後の長文の文脈で解けるってわけじゃないんですよね。きちんと一文を分析してどういう意味になるかを考えないと、この動画だけ見てる人は多分めっちゃ簡単に見えてると思うんですが、いざ受験生が長い文章を時間内に解くというプレッシャーの中で、前後文の流れ、まあいわゆるノリで解いてしまうと引っかかる問題が見事に作られています。はい、ですから今後ね、こういう形式の問題を解く人はですね、よく一文の分析をしてから問題に取り掛かる、まずこれを忘れないでください。